こんにちは、チョメです。前回の続きからやっていきます。ぬくぬく会議っていうところですね。このイベントっていうところです。なんか人がいたな。だから入らないってば。あれ、タカラちゃん喧嘩か。あ、君たちは誰ですか。あなたたち邪魔をしないでいただけます。ん、あんたらこそ誰だよ。な、我々のことを知らない。なんと無知な方々でしょう。仕方がないですね。優しく教えてあげましょう。我々は海賊団。我々の目的は伝説の魚神を捕まえ、その願いを叶えるパワーで世界中の人々の願いを全て叶えること。名付けて魚神で理想郷計画。絶対にダサいんだぜ。なので魚神をハントできるすごい文字テクニックの持ち主をスカウトして回っているのですよ。宝さんは我々がずっと前から目をつけていた素晴らしいハントの才能の持ち主です。ぜひ海賊団でこき使う、いや活躍してほしい。というわけで我々宝さんに用がありますので、あなた方はどっか行ってください。では宝さん、お話の続きを。だから嫌だって言ってるだろ。なんであんたらのために僕が働かなきゃいけないんだよ。はあ、やれやれ。おとなしく言うことを聞いてくれればいいものを。言うことを聞かない悪い子は力ずくで従わせるまでです。この二人強いのかな。なんだ、リモコンみたいなの持ってる。これはお魚操作マシン。我々のスーパーテクノロジーによって作られた天才的発明品です。これを使用すればその辺泳いでるお魚を我々の思うがままに操れる。我々も手荒な真似はしたくないのですが、言うことを聞かない宝さんが悪いのですよ。さあ宝さん、怪我したくなければおとなしく海賊団に入団するのです。このままじゃ宝が危ねえかも。なあチョメ、助けてやろうぜ。おいおい、そんな顔すんなよ。確かに宝は嫌なやつだけど、だからって見捨てるわけにはいかねえだろ。とはいえ海賊団のやつらちょっと手強そうだ。しっかり準備をしてから助けに入ろうぜ。まあ、要するに魚が襲ってくるって感じなのかな。他話しかけるか。邪魔するのですか。やったるで。そうですか。でしたら叩きのめすまでです。お魚操作マシン起動。これ起動する前にさ、取り上げればよかったんじゃないの。レベル2しよう。意外と強いな。この枠の中に入れるわけです。クリティカルだったら私 HP 減ることはないです。グレートでだいたい14、ナイスで20も減るな。要するに真ん中入れていこう。黒いところもね、実況でちょっと入れてみせたいところなんですけど、めちゃめちゃダメージ食らうちゃうし。 OK、 クリティカル、まあ、1回ぐらいだったら大丈夫かな。あの黒いところ、まあ普通に行きました。はい、釣れました。どんどん襲ってくる。青ブダイっていうのが釣れましたよ。釣れたっていうか、ハントできたみたいな感じか。よくやったぜチョメ。そんなマシンこうだ。コールアタック、亀吉アタック。ああ、お魚操作マシンが最初からやっとけばいいのに。これ作るのめっちゃお金かかるのに。く、我々をここまで追い詰めるなんて、あなたはただ者ではありませんね。その森さばきならば魚神で理想計画に役立つこと間違いなし。あなたのような方ぜひ海賊団に欲しい。今回は見逃してやりますが、次やったらあなたも宝さんも必ず海賊団に入団させてみせます。覚悟しておきなさい。あれ、あいつらなんか落としていったみたいだね。ほらこれ、復活の守りをもらった。僕はそんなのいらないから、迷惑料としてもらっておけばちょっとはハントの役に立つんじゃない。ありがとう。別に俺をやれる筋合いは。お、警察が来た。待てー。わー、貴様ら今海賊団と一緒にいたな。まさか海賊団の一味なのか。そうなのだな。逮捕、逮捕だ。また逮捕されちゃったんだけど、2層でも。なんだこれ、5人逮捕されてしまった。違うってよ、俺らは海賊団の一味なんかじゃない。そうだよ、あんなのの仲間になんてなるものか。しかも宝さんまで海賊捕まってる。僕らは海賊団に入団しないかって勧誘された。どうあったらごねてきて大変だったんだよ。うん、そうなのか。それは失敬、逮捕は中止だ。ああ、中止になっちゃった。見逃してもらいましたよ。はあはあ、アクアタウンでのトラウマが。もう逮捕なんてこりごりなんだ。海賊団は優秀な団員を募集しているようで、各地で無理な勧誘を繰り返しているのだ。我々ポリスは日夜やつらを追い回しているのだが、いくら下っ端を逮捕してもボスが健全な限りやつらの活動は止められない。マジかよ。なら早いとこボスを逮捕してくれよ。できたらとっくにやっている。わあ、ボスは陰で指示をしていて、各地で働くのは下っ端ばかり。ボスの素性は一切つかめてない。我々も手こずっている。失敬、愚痴を吐いてしまったな。まあそういうことだ。貴様らもよくよく気をつけるのが良い。では本館はパトロールに戻る。さらばだ。
どんな人なんだろう、ボスは。ああ、踏んだり蹴ったりでね。っていうか、君たちここにいるってことは、アクアの祠の主に認められたんだ。まあね、意外とやるじゃん。なんて？うるさい。別に何も言ってないし。そういえば名前まだ聞いてなかったよね。チョメですよ。亀吉にチョメ。あのさ、チョメ、最初は君のことパッとしないやつだと思ってたけど、思ったより才能があるみたいだ。でも僕、君には負けないから、君よりたくさんのお魚をハントしてみせる。絶対に君より先に4匹の主を倒して、伝説の大神様だってハントしてやるんだから、せいぜい覚悟しておいてよね。何意外とやる気のないライブなわけ？君なら結構いいライバルになるかもと思ったんだけど。まあいいや、とにかく僕は君より先に進む。君はせいぜいその短い足で頑張って追いかけてくれるといいよ。それじゃあまたね。行っちまったな。相変わらず嫌味なやつだぜ。宝もこの先、町に行くのかな。俺らも早く行ってみようぜ。先に進めますね。楽しみです。イベント始まるのかな？土管。さあ、新しい町です。コーラルシティ。2層です。町だ。旅行好きのアコヤさんの情報によると、ここはコーラルシティって言ってた。たくさんのサンゴが穏やかな田舎町。あ、あれって。お、なんだあれ。入れない感じかまだ。あれ、祠じゃん。早速祠発見かよ。ちょ、行ってみようぜ。いや、無理だろうな。話しかけてみるか。ここはコーラルシティ、のんびりのだかな田舎町。じゃったけど。コーラルの祠が SNS でバズったらしくて、観光名所になってるってことか。今は観光客でいっぱいな。あ、いや、似合うのは嬉しいんやけど、主様、お怒りやないかなって。こことかも結構スポットっぽいけどね。入ってみる。結構広いのかな。そこそこ広いですね。あと真珠の回復のところもありますし。入ってみるか。寝てる女の子が。クーラーの効いたお部屋でお布団に潜っちょるんよ。すっごく悪いことをした気分。クーラー効くのか、会長でも。ダンスとかは開けれないな。まあ、ところどころ山口弁みたいなのが出てくるけど、ああ、暑い暑い。なんだか最近観光客が増えて余計に苦しいんだけど。うん、君、変わった格好じゃね。地上から来たの。道理で涼しそうな顔しとる。聞いた話によると地上って海よりももっと暑いらしいね。いや、俺は今よりも暑いの耐えられそうにないわ。あんたすごいね。あ、これは井戸みたいな感じか。これもう入ってみようかな。気になっちゃう。解放して。下に行けるって感じかな。広告削除パックを購入してるから CM は流れません。入ったら、ね、上のやつは 99,999 入れなかったんですよね、土管。え、路地裏。なんだこの宝箱は。話してみるか。なんだあんた、この宝箱は気になるか。そんならよ、俺と一つ勝負しねえか。なおにルールは簡単。ここにある宝箱のどっちかに当たりが入っている。あんたはそれを当てるだけ。3回連続で当てたら生かしたスーツやる。参加料は500。これ実況者としてやった方がいいよね。やらない？そうかよ。ならさっさと帰んな。何回もできるってことなのかな。負けた。無一文だ。3回連続って厳しいぞ、ほんと。答えが分かってたらいいけど。てん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 。お、俺は三角コーンだよ。あれ、君普通の人なんだか安心した。なんかやばいところに迷い込んじゃってさ、三角コーンのふりをしてこっそり抜け出しようとしちょるんよ。右行ってみるか。わ、高いところに立つとね、自分が偉くなったような気がするんよね。なおめえ、よそもんか。よそもんはこうだ。ガシガシリと手を握られた。俺こんなんだけどよ、仲良くしてくれよな。まあ、やってみるか、試しに。はい、皆さんどっちだと思いますか？答え知ってる人います？ちょっとクラピカ理論で左って選びやすいらしいんですよね、曲がるときに。だから右かな、最初。ちょっとやってみるか、一回。リセット効かないからね。さあ、どっちの宝箱に当たりが入ってると思う？だから右だ。どうだ？うわ、マジか。え、これ左選んでも外れなの？また挑戦してくれや。これ変わんの？次左になるの？ちょっともう一回やってみるか。順番とかあるのか。最初は左が当たりってことなのかな。何回かやってたら当たる？ちょっと序盤だから500コインめちゃめちゃきついんだけど。あ、正解、当たった。ウロコをもらった。次も買ったらもっといいもんやるよ。よし、じゃあ早速行くぜ。これ連続で左？いや、これ右だな。は？わ、
ある意味私すごくない？外ればっかなんだけど。いやちょっと待って、やべえ、余ってる。左の人になるかもしれない。左右とかか、全部左っていう可能性もあるな、ここまで来たら。じゃあちょっとやるか。やる。最初は左だったよね、あたりは。はい。じゃあ次は、これ変わるのかな、左。正解。レアウロコをもらった。次も買ったらもっといいもんやるよ。よし、じゃあ早速行くで。これ左じゃないの、多分。はい。おお、なんで左右か。悲しい、これ。ある意味すごいよ。外ればっか引いてる、私。じゃあ、左右か。これでスーツがもらえるのか。うわ、お金がもう900になっちゃった。左。あれ？これ変わるのか、ランダムで。わ、きつ、これ。いや、まあ、いつかちょっと手に入れるか。もうラストや、これ。左。当たり。ウロコもらった。これ多分、プログラムでランダムなんだろうな。もうダメだ。496ゴールド。泣きそうなんだけど、このスーツ気になるんですけど。まあ、いつかね、お金がいっぱいあるとき、またちょっとやろうと思ってます。ほんと悲しい目にあっちゃった。このぬいぐるみ邪魔だわ。だけど、なんだか癒されるのよね。このメンダコヌイ、僕が飾ったんです。ほら、交番ってちょっと入りづらい。だけど、これなら親しみやすくなるかな。いいアイデアでしょう。月ライフでもありましたよね、このメンダコのやつ。おー、これとかもちょっと裏でね、ちょっと CM を見てやろうと思ってます。これ何？なるほど、ここでもカプセル回せますよ、感じか。あー、これ大事なんだよ。ライトセイバー。ヤシの木とか。これ2万5000とか。ね、お金ね、買いたいですよね。プラスレベル3とか、釣り竿パワーとかじゃないのか。ドラッグストア。いいヘルメットめっちゃ高いですね。意外と良かった。ウーガミ様を捕まえるって大きな声で言い張る怪しい海賊集団を見かける。ウーガミ様なんて伝説上の質問生物だろ。そんなの信じるなんてよっぽど信仰心の強いお年寄りか、単なる無双か。あんたらも信じちょる。ウーガミ様がおるって。信じちょる。なんか山口県出身の人がこのゲームセリフ作ってんのかな。え、信じちょるん。あんたも物好きやね。そっか、そんなら会えるといいね、お神様に。私も山口県民ですからね。なんかすごい親しみがあるんですけど。俺やんちゃそうに見られるんだけど、意外と勤勉なんよ。ほら、この本とかおすすめよ。人は泳ぎ方が9割という本を見せられた。じゃあ右。この先は2、ほら皆様、コイン使いすぎたせいでこの先行けなくなっちゃった。裏で頑張って集めないといけない。なんじゃ若いの、わしのピコピコハンマーが欲しいのか。ダメじゃ渡さんぞ。これはの鱗研究所でたくさん鱗と引き換えにようやく手に入れた。あんたも自力で手に入れる。そんな目をしたってダメじゃ。もう今日は鱗研究所に行きますか。もう行く場所がないんで。こうやってレベル上げてもいいな。気持ちいいね。はい。あ、こういうのは簡単でいいな。しかも釣ったことない魚はね、まだ黒になってるんで。見ておくれ、このライトセイバー。そこのハンドショップで買った。ブチ、おしゃれじゃろ？ほら、山口弁だ、ブチとか。ブチって通じる？皆さん、私、ドラクエ6でブチスライムって初めて出てきた時、すごいスライムが出てきてから、と思ってから、戦ったらね、すごい弱かったからさ、あ、ブチブチのブチっていう意味だったのね、あのブチスライムって。全く関係ないゲームの話してますけど。ほんとすごいスライムが最初から序盤から出るんだと思ったからね、山口県出身だから。 OK。 なんか面白いこのゲーム。あ、動画広告を見るとこのおしゃれな宝箱っていうのが開くのか。動画広告ね、実況中はちょっとあまり見たくないんですよね。カットしないといけないから結構大変なんですよね、ファイルまとめるのが。はい。あ、はたたってはぜか魚もどんどん釣っておこう。この辺とか。お、逃げんな逃げんな逃げんな。いけ。オッケーオッケー。これなんかさっきと似たような感じか。まあこうやって地道にね、釣ったことない魚をね、釣ってみせることによってね、後々が。オッケー。景色も綺麗になりますしね、こうやってやってたら。おお、でかいのが出てきたんだけど。なんだ君は。16か。レベルはそこまでないな。あ、バッと引
これ真ん中のあの線のところがクリティカルですね。え、怖いなこれ。真ん中がパッドがあるからグレート狙っちゃう。ほい、なんだこれ、杉か。じゃあ早速行ってみましょうか、あそこの観光スポットのところ。まずいろいろ話しかけよう。ベンチに座ってる人ら、えらい、どっか遠くから来た人なんかな。色白じゃし、きっと都会の人じゃね。ええー、なー、都会。私も行ってみたいわ。私たち階層4層から来たんだ。ここはとっても暑いね。汗が止まらない。階層4層は極寒の地だから風邪ひいちゃう。これ左の人にも話しかけたいんだけど。あ、なんか始まっちゃった、左上。入っちゃったから並んでるんだけど。なんでこの祠こんなに人でいっぱいなんだ。穏やかな田舎町って聞いてたのに全然話とちげえじゃん。バエー、ハンスタグラムにアップしちゃおう。ここハンスタグラムで超映えてたから立ちいっぱい連れてきてみたんだけど、実物やべえ、テンション上がる。あれ君すげえ格好してんね。え、ほんとだ、ご続き受ける。てか亀もいるじゃん、シャメ取っとこう。か、勝手に取るな。メンゴメンゴ。てかさ、ソロボチホコラの写メ撮んの飽きたんだけど、君たちなんかいい映えスポットある？知らん。そうなん。じゃあ当分はここで、あー、やっちゃった、写真撮影だわ。いい映えスポットがあればそっちに行くんだけど、ねえ君、何箇所か探してきてよ。なんで俺らが。でもこのままじゃ当分ホコラに入れねえ。しゃあない、この辺りの海めっちゃ綺麗やし、映えスポットなんて探せば何もでもありそうだよな。観光ついでだと思って探しに行くか。それで探しに行く感じか。ハンスター、おじいちゃんの頭が見える。パシャパシャパシャって撮ってる。この人たちにはちょっと話しかけられないみたい。ワイワイガヤガヤ。あと左の人話しかけてなかったからちょっと話しかけよう。はあはあ、あずい、こんな厚着してくるんじゃなかったわ。脱げばいいのに。ママ僕もう飽きたよ、他のところ行こうよ。パシャパシャ、うーん、これは画角が悪いわで、もっとこうしたから。次行く場所はどこだ。あ、右下でイベントが始まる感じか。この辺観光客話せる。ワイワイガヤガヤ、はい、カヤクみたいな感じか。泳いでる人いるよ。キャッキャッ、お客さん、ブチ、ようけおる。いいね、山口メンダー。おっと、あれ、君はそんなに警戒しないでくれ。僕は君を襲った団員じゃない。海賊団は皆同じ格好だから見分けがつかねえだろうけど、今僕は業務時間外だから君の邪魔はしないよ。だから君のポリスに通報とかしないでね。人がゴミのようだ。綺麗だ、すごく。これまだ HP 回復してないんですよね、私右下。レベル19か。あ、きついな、これは。今無理かな。うん、諦めよう。また、後々ちょっとするおうと思ってる。こっからの眺め最高なんよ。地元でこんな絶景が見られるなんて、ブチラッキーやわ。海藻2層は隠れた絶景がたくさんあるんよ。あんたもせっかくならゆっくり観光してみたら？これはなんだ？サンゴの豆知識。サンゴは枝のような形をしていますが、実は植物ではなく動物です。なのでご飯を食べたり産卵もします。とっても不思議な生き物ですね。たまにお宝が落ちちょるじゃろ。あれ、誰か置いちょるんかね。すっごいなんか嬉しいな、この実況できて。めちゃめちゃ嬉しいんだけど、山口メンバーかね。で、ね、じゃあちょっと真珠とか拾ったりとか、宝箱を開けたりとかしておきますね、裏で。あの、真珠開けようと思ったらね、イベントが始まりました。ねえねえ、お姉さん一人、俺とデートしない？なんかチャラ男がなんか誘ってる。あ、いえ、私、もしかして怪しいと思ってる？俺、こう見えて、切実だから。てか、お姉さん、森持ってなくない？俺と一緒に選びに行こうよ。いえ、そういうのは、大丈夫、大丈夫。ほら、俺、こんなの持ってるし、じゃーん。あれがあれば、無料で、着せ替えカプセル回せっから、着せ替えデートしよう。ね、ね。いえ、あの、それに見てよ、俺の格好。俺の服も森も全部着せ替えカプセルで当てた。すっごくおしゃれだろ？だろ？レベルアップも両当てたからハントだって超うまいよ。おしゃれでハント上手。こんな有料物件ないよね。その待てー。うわ、なんだお前、お姉さん嫌がってるんだぜ。負け確定のナンパはやめるんだぜ。な、まだ負けたと決まったわけじゃ。なんだお前、お前もこいつらの仲間かよ。いや、どうしよう、これ。お家に帰んなくてくれ。だよ、クソ。もっと可愛い女の子探す。もう、ねえだ。バーカ、バーカ。
逃げていっちゃった。人魚さんかなこれ。お姉さん大丈夫か。はい、助けていただいてありがとうございます。私マーメイドのメイドと言います。マーメイド、人魚ってやつか。人魚さんなんて初めて見た。かっけえな。え、ふふ、そんなことないですわ。あなたたちのお名前もお伺いしても。あ、そうだな、俺の名前は亀吉。そんでこっちがチョメってんだ。チョメと申す。チョメさんに亀吉さん。ふふ、いいお名前ですね。私、運命の王子様を探しに里を出て旅しているのですが、里の外は危険がたくさんなのですね。今後はもっと気を引き締めないと。あ、王子様？そうです。私の故郷には女性しかいなくて、男の人なんて見たことないですし、興味もなかったの。だけど最近流行りの携帯小説を読んで、そこに出てきた人間の王子様にときめいてしまったんです。もりもりの筋肉に日焼けした肌。笑うと覗く。真っ白い歯。やーん。思い出すだけでドキドキしちゃう。そっか。だけど小説は小説、会って話すこともできなくて。だから私決意したのです。小説の王子様にそっくりな素敵な男の人を見つけるって。頑張れ。はい、絶対に見つけてみせます。あ、そうだ、これ助けていただいたお礼です。奇世界チケットを15枚もらった。じゃあ私はこれで引いてみます。ふんふん、私の王子様待っててね。行っちまったんだね。なんかあのお姉さん不思議な感じだったな。それに手よくいらないものを押し付けられた気がするけど、まあいっか。そういえばお姉さんから奇世界チケットもらったよな。それ使ってそこの奇世界カプセルが回せるっぽい。森とか服とかいろいろあるみたいだし、もしかしたらいい森が当たって一気に強くなるかもしれねえ。今の時に回してみたらいいかもな。ちなみに左上のこのカプセルっていうところからも回せますね。5枚使ってどちらでも OK です。ちょっと回してみるか、せっかくだから。はい、5枚使って、なんか黄色いカプセルが出てきたぞ。レベル3。おお、森が手に入っちゃったんだけど。月面着陸の森。レベルが3、猫マスク。今回猫マスクつけてみるか。お、シンプルコーラも手に入った。今回当たりじゃないこれ。着せ替えしてみましょうか。免許か、着せ替え。だから森も新しく手に入りましたね。下の方からあった。あと亀吉もちょっと変えてあげよう。これだ。服は今回手に入ってないな。猫ちゃんだね今回は。で、あと服ちょっと変えるか、猫っぽく。これ赤っぽくします。いいですね、レベルも上がった感じ。私この真珠もちょっと広告を見てからねやりたいんですけどね。ちょっとレベルを見よう。なんか手頃な魚いませんか。でこの辺タップしてやってみて、ハント。レベル22上がってます。レベルが一気に、なんか付き方もなんかすごい感じになってる。はい、いやー、もうちょっとレベル上げてから引いた方がいいかもしれませんね。低レベルの時にね、なんていうんだ、このレベル3アップとかしてもそこまで嬉しくないんですよね。めっちゃレベルが上がった時に一気にね引く方がいいかもしれない。今後はそうしよう。でも運が良かったから引いて良かったです。釣ってない魚も釣っておこうかな。あまり回復してないけど、いいね、クリティカル。案外狙いやすいかもって言ったら当たらなくなっちゃった。CM を見たらね、回復することができました。なんかかっこいい魚だな。マトウダイ。出てきました。逃がすとかを繰り返してたら。これさっき釣れなかったやつですよね。釣れなかったっていうか諦めたやつか。ちょっとゆっくりだな。ゆっくりだからちょっと遅めに押せばなんとかなりそうな感じがしますけど。恐ろしい。OK。こんな感じか。フレームエンゼルですね。11分の10。あと1匹は多分金色でレアでしょう。だからなかなか出ないと思うんで。もう先向かっていこうと思っております。この先ですね。あ、これもだ。今回いないのかな？レアみたいなやつは。ちょっと海域が変わった感じですか。はい。あ、やばいな。バットに入りすぎたら、また広告動画を見ないといけない。ちょっと早いのか、さっきと比べたら。はい。OK。無難に釣った。ネズミ、やっこ。あ、11分の11になっちゃった。ここは金色がいないみたいな感じです。これも開けとこう、ついでに。さあ、このようにね、いろんなものが入っておりました。見ておくれ、このライトセーバー。もう話してた、この人。で、先に行こう。次行く場所が分かんなくなったら、こうやって見れば OK です。右下にイベントって書いてあるので。皆さん、お金がなかったです。忘れてました。ちょっとね、集めておきます。左上のお助けレターっていうのがあるんですけど、これちょっとね、やっていこうと思ってます。タピオカウツボ持ってきてくれたの。はい。
わーい、タピオカウツボだ。すごいすごい、持ってきてくれてありがとう。お手紙の中にね、お礼を入れてあるよ。後で見てね。一応ね、これでルーレットチャンスなんですよね。何が出るんでしょうかね。このような感じになってる。お宝がいつもよりお得。あ、これ先やってからお宝のやつやればよかった。5分間売却価格が少しあって、これ引くことによって魚を売る。ウロコルーペ3分間ウロコ獲得数がいつもより少し増える。報酬もらう。ボロいヘルメット、おしゃれな帽子。これもうすぐできますね。どこにいるんだろう。右下とかだったらダメだけど、こっちの方かな、うん、あ、この上のところか。あのコインのところあるんですけど、回復してるかな。もう結構時間が経ったから回復してるかもしれませんね。まだ第1層のところにこのやつのコインしかないんですけど。あー、やっぱもう取った後ですよね。あと8時間後だ。はい、こっち終わらしとこう。おしゃれな帽子、はい、渡します。ただ今鱗が出やすくなってるから、どん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 魚やった方がいいと思うけど。報酬受ける。チョウザメ、チョウザメ渡したいんですよ。ただこの人がいるのがこの草木なんですよね。次のイベントのところここが開けないから行けないというね感じになっておりますけど、あ、ちょっとね、イケスっていうので、これ全選択で売ろうと思ったら結構16,888とかあったので、この辺ちょっとお魚今まで捕まえたやつを整理してからちょっとやろうかなと思ってます。これレア順とかにして、レアなやつをちょっと取っておいて、まあ C 以下は全部売るとか、そういうのでもいいかもしれませんね。すぐ釣れるでしょ、この F とか。そういうのだったらとりあえず E と F の魚を全て売ろうと思います。3955で売れました。よし、解放。まだちょっと効果音でかいかな。ちょっと調整しました、音の。さあ、先にカラフル公園っていうところにやってきましたね。どうしよう、これお助けレターの報告もしたいんですけどね。ここ映えスポットになるかな、公園。ちょめ、ここいい感じの映えスポットじゃね。色とりどりのお魚が泳いでて、ベンチもたくさんあるし、一息つくのにぴったりだな。よっしゃ、第一候補だぜ。シャメ取っとこう。あしゃ。おお、おしゃれじゃん。他にもいいスポットねえかな。もうちょっと探してみようぜ。ただ最初にいるこの人たちにはすごく迷惑をかけちゃうことになるかもしれない。え、チョウザメをハントしてくれたんだ。じゃあ渡しましょう。はい。キャー、チョウザメ。嬉しいわ。ありがとね。お礼を手紙の中に入れちょいたから、後で受け取ってちょうだい。これ、チョウザメさ、売るのと渡すのどっちがいいんでしょうかね。これ、ヘルメット。まあ、いいヘルメットだから、ね、これで買ったみたいな感じに思えばいいんでしょうかね。ちょっと悩みますよね。これ、綺麗な公園じゃろ？けどさ、もっと賑やかでもいいと思う。あ、そうやって言ってくれるんなら、ワイスポット候補いいかもしれない。ほら、なんていうか、活気がないっていうか、子供たちが楽しそうに遊んでるところとか、見てみたいのよね。ここに座ってお魚さんたちを眺めながら暗くなるまでゆっくり過ごすんよ。素敵な休日の過ごし方じゃろ。なんかタツノオトシゴとかいる。依頼のお手紙読んでくれた。ねえねえ、早くベニアコウを2匹持ってきて。すいません、まだ持ってきてないですね。男の子一人にいる。誰か一緒にシーソーで遊んでくれないかな。一人じゃつまんないよ。私乗れる？乗れないか。なんかいろいろ遊び相手っていうのも探してきてあげるっていうのもいいかもしれない。新しい魚ここにもいました。はい。ちょっと遅かったらバットになっちゃうな。早めに押してグレートでいいなみたいな感じかな。これはなんだ、錦ヤッコ。あと1回でなんかレベルが上がりそうですね。これも14種類一応いるみたいですね。いや、これでも結構簡単なんですよ。って言いながら失敗しちゃった。早いな。入ってくるときに狙うか。出ていくときじゃなくて入ってくるとき。はい、あと1回かな。はい、 OK、 ギギリ釣れました。これはなんだ、糸引きベラだって。レベル23になりました。 OK、 次行く場所はどこだろう。あ、上の土管みたいな感じか。
まあ、一応一通り見ましょうか。看板読んでみよう。ゴミはゴミ箱へ、公園はきれいに使いましょう。この黒い魚も釣りたいところですけど、ブランコとかもありますね。4200、お金が足らない。では次は C までの魚をちょっと売ろうと思っております。20匹 S と A だけ、あと B か、残しました。よし、4200。この先に一応コインがもらえるところがマップで見えたのでね、早めにね解放しておこうと思っております。ここも小道みたいな感じか。ここは毎日のお散歩コース。適度な運動を継続することが健康の秘密、秘訣かな。また右の人に話しかけちゃった。ふう、休憩休憩。あー、とっこいしょっと。ここの右下のところか、コインは。左なんかハートマークみたいなのもありますね。ここ一応ワープできるようにしとこう。ハート岩っていうところ、後々来るかもしれませんけど、今はちょっとまあイベントの方をやっていきましょうか。次の映えスポット、なんだこの壁、なんか描いてあるぜ。これは壁画？もしかしたら歴史的なあれかもしれねえぜ。ここも写メ撮っとこうぜ。パシャ。おー、歴史的なあれを感じる。あともう一箇所ぐらいいいところありそうだよな。もうちょっと探してみようぜ。どこだろう次は。あ、左のハート岩のところか。台の上に立って写真を撮ろう。ハンスター映え間違いなし。これはクエストみたいな感じか。お助けレターの。お手紙読んでくれた？ボルヘルメットが2個欲しいな。ちら。今持ってないんですよね。ほっほっほ、孫は可愛いの。ついつい何でも言うことを聞いてしまうわい。この辺りはなんぼ？見える。見えるわ。この辺りに出現する魚は19から29くらい。私にアドバイスできるのはこれぐらいよ。自分のね、力量。わあ、通行止めだった。こんにちは。大変申し訳ございませんが、この先は現在通行止めです。また後ほどいらしてくださいね。このコインが欲しいんですけど、下のところ。そのために頑張って開けたんだけど。いやー、ダメか。じゃあちょっと左の映えスポットに行ってみますか。到着。ハート岩だって。なあ、ちょめ、こことかどうだ？なんか足りないな。確かに、ちょっと物足りねえな。なんでだろう、この岩の形がどこにでもありそうだからか。せっかくピンクの海が可愛いんだから。恋人の聖地っぽい雰囲気にすればもっと映えそうなんだぜ。なんかもっとラブ的な何かがあれば。その通り。誰だ？そこには前までハート型の岩があったんだ。でもある日突然消えてしまった。多分水に流されちゃったんだと思う。それ以来なんだか物足りない。そうだったのか。あ、そういえばさっきこの岩にぴったりはまりそうな岩を見た気がする。どこだったっけな。コーラルシティだったような。ちょめ、ちょっと町に戻って探してみようぜ。探してみよう。なんか黒い魚ばっかりになってるけど私のエネルギーが回復してないから。ハート型の岩、どこに流されちゃったんだろうか。あれがないと島にはないの。これも読んでみる。人魚の里、6700ゴールド。バカ、今は無理ですね。コーラルシティ、結構この世界コイン重要なんだな。いっぱい魚釣って売るしかないですね、今のところは。これか、多分上に刺さってる。そうだそうだ、これだこれ。見てみろよちょめ、この岩。なんだかあの場所に合うような気がしねえか。そうだな、そうだよな、絶対合うよな。なんかこう岩の上に設置したらキルルンって感じで。うん、いけるぜちょめ。ちょっともらっていくか。よいしょ。よし、あの岩まで戻ろうぜ。また戻るのか。ワープできる。あ、楽だ。ハート岩。広告削除してるから CM も流れないと。さっきの岩を置いてみようぜ。よいしょ。おー、綺麗になった。おー、ハート型の岩になった。これかわいいぜ。パリピってこういうの好きだろ？これはもう立派な映えスポットだな。さーて、ここも写真撮るか。パシャ。おー、いい感じに撮れたな。なんかこの俺結構可愛くね。なんか言えよ。よし、これだけ探せば十分だろう。祠に戻って観光客たちに教えに行こうぜ。これでなんか主様に挑めるようになった感じでしょうかね。今日もかなり遊びました。まだ釣ってない魚もね、どんどん今のうちに釣っておきたいですね。この辺とか全然まだまだ釣ってないんでね。
はい。今回はなんだ？私のレベルがもっと高かったらサクサクできるかもしれないけど、あつ森をお金もね集めないといけないんでね。この辺は？これは右左右左で簡単だ。クリティカル当てれば OK。減らないから。ちょっと回復してやるか。HP もないですし、私。浴衣買った。まあ、CM 見ればいいから大丈夫かな。どんどんやろう。はい、バット。力尽きちゃった。ちょっと1分ぐらい CM を見ました。これ難しいな。ちょっと早めにやるか。ちょっと早めにやろうと思ったら今みたいにクリティカルか。はい、ナイスでいいかな、最後は。あ、もう一回か。運よくクリティカルがいっぱい出ましたけど。ブラックキャップバスレット。ここ16分の5ハート岩。かなりいるんですね、いろんな魚が。なんか床を這いつくばってたやつがいた。これちょっとゆっくりめか。ゆっくりめだから、こんぐらいか。ちょっと早めに押しちゃったらナイスとかになっちゃう。グレート。あ、遅かったらバットだ。さあ、回復して続きをやっております。花色、海牛。これ一回釣ると、こうやって鮮やかになるのがいいですよね。結構いろんな魚がいるな。こっち12分の2。この壁画の小道っていうところもまだまだ全然釣ってないので、未知の魚がたくさんいます。結構種類いますよね、今回のこのゲーム。お、いいね、運がいい。最後は早めにグレートかな。こうやって毎回毎回サクサクできたらいいけど。結構図鑑ってどのぐらい集めたんだろう。今 24.5% なんだ、コンプ率が。いっぱいいますけどね。かなり多いんですよ、これ。330種類みたいな感じ。私、釣りライフの時はいちいち見せてましたっけ、こう言って。全種類釣るの。特に実況ではあまり見せてないですよね。回転ハントでは結構釣ってる魚、初めて釣る魚を見せてる感じになってますけど。まあ分かりやすくていいですよね、こうやって。まだ釣ってないやつは黒みたいな感じで。わあ、そうだ、ポジスマンが邪魔してた。これどうすればいいんだろう。一回移動しないと再ホップしませんよね、新しい魚。左上をこれ釣っとって。早いな。集中してやらないとダメだ、これも。クリティカルか。ちょっと遅めにやったらこんな感じ、クリティカルになるけど。レベルも結構適正ですね。ペパーミントラス。おお、いいね。新しいのがどんどん出てくる。あ、この子違う。逃げよう。はい。これ簡単なやつだ。たまにはこれも OK。ピーティカル。グレート。縦島巾着台 F。一回土管に入って、再ホップさせよう。この辺はもう結構14分の10で釣ってるんだけど、まあ一応見てから。釣ってないやつもどんどんやっておく。22か。クリティカル。どうしよう、これ金だけ見せればいい感じにします？でもいろんな魚いますよっていうので見せたいんですよね、釣ってる魚。花恋レベルアップ。レベルもいい感じに上がってますし、ちょっと長くなっちゃう。これはちょっときついやつだ。真ん中がバットハンデになるやつだから、外のこのグレート狙って、まあ地道に釣るっていうのが安全かもしれない。バットになっちゃった。さあ、回復しました。この回復した時の音もなんかいいですよね。お、なんかかわいいぞ。花びら熊の実。あとこれ、多分なんですけど、図鑑の半島数10匹とか、同じ魚をね、10匹釣ったら虹色にできるみたいな感じになってるから。結構簡単かもしれない。最小サイズとか最大サイズの概念が回転ハントはないんで。おお、いいね、復活してる。はい、これも釣ろう。まあ、後半はこんな感じのね、回転ハントっていう名の魚をハントしまくるというゲームです。おお、出てきた。なんかこれある意味逃がしてもいいかもしれない。これ難しくね？ちょっと今のは下手すぎるけど。ちょっと待って、ゆっくりなのか、ここ。こんぐらいか。難しいぞ、これ。はい。ちょっと遅めかも、と。真ん中狙った方がいいかもしれないな、ある意味。ゆっくりだし、ダメか。このグレートに入れるのが逆に難しい。ナイスとか。真ん中入れるか。オッケー、クリティカル。あ、こんぐらいでいいか。
それはなんだ、赤帯花大、こういうの10匹集めるの絶対大変だと思う。あ、ちょっとエネルギーないな。よーし、回復したぞ。ハント再開、グレート、レベル19か。もう私のレベルも24になりましたね。レベルの上がり方ってどうなんだろう。ストーリーもサクサクいってるし。クダゴンベ回復して、まだ釣ってない魚を釣っていこう。これ難しくない？大丈夫か。あ、ダメだ、バット。やっぱりあ、でも入るの入るか。左からだったら入れやすいのかな。これグレート狙うにしてもそこそこ難しいんですよね、これ。シコンハタタセハゼだって、でかこれ。これもか。後半3、4とかもっと難しいだろうな、これは。真ん中あえて狙うか。こんぐらいか。ちょっとゆっくりめで。ちょっと回復してきました。途中カットしてるけど。コブダイっていうのが釣れましてね。いろいろもうミスばっかりしてた。これ12分の11ってことは、残り1はなんか金枠の可能性もあるから、もしかしたら探せないかもしれない。なのでちょっと左の方に行くか。まあいろいろ釣りすぎたな今回も。おお、泳いでる泳いでる。この黒いやつか。犬ってやつと同じかな。21か。いや難しいこれ。ここでもクリティカル入りやすいのか。狙いやすいな。ここで一回止まるからクリティカル入れやすいかもしれない。ネオン天竺台、いろいろいる。さあコーラルシティ戻ってきましたよ。もう入れるのかな。左の方、イベント始まってる。ホギーさんたち、いいスポット見つけてきたぜ。マジで本当に探してきてくれたん。あんたたち超いい人、感謝感謝。なぎなぎカラフル公園、壁画の小道、アート岩、全部超映える。あんたらやるじゃん、マジ最感謝。お役に立ててよかったんだぜ。ねえねえ、この人たちこんなに頑張ってくれたんだから、なんかお礼とかあげた方がよくない？確かにその通りだ。ごそごそ。あった、ほらよ、これ持って行ってくれよ。巻き餌をもらった。巻き餌を使うとさ、レアなお魚がいっぱい寄ってくるんだ。ハンスタ映えな写真が撮れると間違いなしっしょ。もっとレベル上がってから使おうかな。じゃあ俺たちダチ連れて映えスポットに行ってみるわ。サンキューな。おお、みんないなくなった。ふい、やっとここらへん入れるな。観光もできたし、一石二鳥か。じゃあこれ次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。次回はね、ここのコーラルの祠の主に挑もうと思います。じゃあ失礼します。最後にちょっと図鑑が気になったんですよね。これハント数っていうところ、これ10匹ハントするとなんか図鑑がね、虹色になるみたいなんですよね。で最初の3匹を捕まえると、このなんて言うんでしょう、コメントが見れるみたいな感じです。3匹ハントで調査記録が追加されますとか。だから最低でも3匹ね捕まえておけば見れるみたいな。でここ最初のところに今いるんですけど、いろんな魚を釣ってたらねレベルが上がっちゃいましたし、よし、ボラをね捕まえてみました。このように虹になりますね。